はい、白です。今回ですね、モジュラー式で短期最大5.5メガワットを実現。TMEC が、えー、太陽光向け新型パワーコンというニュースですね。あのー、この TMEC、まあ、ここにも出てるんですけど、東京と、あ、東芝三菱電機産業システムという会社なんですけども、これね、よく見てみると、東芝と三菱が合併してできた会社なんですね。 合併というかね、まああの、共同したっていうのかな、まあ、あの、合併ともちょっと違うんですけどもね、あのお互いに出資して作ったような会社ですよね。まともと子会社なんですけど、それ同士がくっついたような感じです。で、あの、遠隔ですとかね、あの、創業してからのいろんなあの製品なんかをね、こう見てみるとわかるんですけど、 東芝ですとかね、三菱がこう強みを持っているいろんなところを、本当にですね、ここの中にも子会社にもリソースとしてこう入れていって、まあ、今回はですね、このパワーコンディショナーの、えー、システムを作ってるんですけども、紙ですとかね、あとクレーンですとか、なんかいろんなことやってましたね。まあ、かなり東京本社もですね、有楽町からちょっと行ったところにあって、 従業員さんもそこそこいるところですけども、まあ、かなり海外向けにもですね、製品を作っているような、えー、内容の濃い会社と言えますね。うん。東芝と三菱のこう強みの部分をどんどん活かしてやっているようなところです。まあ、ちょっとね、脱線しちゃったんですけども、私、ちょっと知らない会社だったので、えー、少し調べてみて、そんなことが分かったということですね。 えー、その東芝三菱、えー、電気産業システムが太陽光発電および蓄電システム用の新型パワーコンディショナーを発売ということですね。出力 920kW のモジュラー式 PCS を並列化することで短期最大容量を従来の3.2メガワットから世界最大クラスの5メガワットに引き上げたということですね。 パワーコンディショナーっていうのは太陽光発電を設置する上で避けられないものなんですけども、その後すごく巨大化してきたと、どんどんですね、太陽光発電も設備があの世界中では、ね、ど,んど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 ん巨大化しているところがあるんですけども、それに向けた大容量向けのパワーコンディショナーを作ってきているよってことですね。で東芝三菱電気産業システム TMEC は、 太陽光発電システム向けおよび蓄電システム用としてモジュラー式で可変性の高い新型パワーコンディショナー PCS を開発したとグローバル市場向けに2019年5月から販売を開始していると太陽光発電システムをはじめとした再生可能エネルギーの導入量は世界的に拡大の一致図をたどっていると これに伴う電力系統の安定化や電力貯蔵のニーズを背景に、バッテリーを活用した蓄電システムの需要が増加しつつある。TMEC は、これら大容量太陽光発電システム、蓄電システム用のパワーコンディショナーの PCS ね、PCS の新製品において 99.、99.1%の変換効率を実現すると同時に、短期最大容量従来の 3.2MW から 世界最大クラスの 5.5MW に引き上げた。出力 920kW のモジュラー式 PCS を並列化した構成とすることで実現したということですね。まあ、機器自体はこんな感じです。1、えー、個、これですね。これが 920kW で、6大構成で 5.5MW と。まあ、結構大きいとは思いますけどね、これね。 さらに複数 PCS の電力をまとめて調圧する AC ステーションについても、従来の 2550kW 単位の構成から、モジュール容量640から 920kW 単位の構成とすることで、各サイトの規模に対応した最適なシステム構成を可能とするほか、ステーションあたりの最大容量も、従来の 10MW 2250kW×4 台構成を大きく上回る 容量を構成可能とした。今回発売したのは多様なニーズに対応した国際電気標準規格 IEC、米国製品安全規格 UL 等に準拠した全14機種、太陽光発電システム用8機種、蓄電システム用6機種で、しかも、これすごいですよね、高温多湿、砂漠とですね、寒暖差、高標高、 沿外地区など広範囲な設置環境に適用可能だということです,すごいですね。かなり環境試験なんかもやってるのかもしれないですけどね。さらに、モジュラーごとに MPPT、マキシマムパワーポイントトラッキング制御機能を搭載し、太陽光発電パネルの一部に雲がかかった場合や平坦でない山間部などのシステムにおいても、通常運転時のシステム全体出力を最大化する。 世界最小レベルの据え付け面積による据え付け工事コストの低減をしたほか、屋外型ベンチレーション冷却方式による導入コスト、ランニングコストを引き下げるなど、最新システム技術による運用効率や信頼性向上、設置運用コストを低減しているということですね。まあ、どちらかというとね、太陽光発電の中でも、このパワーコンディショナーの果たしている、えー 意義というかですね、役割というのは結構地味な部分が大きいと思いますけど、確実にこれが働いてくれないと太陽光発電システムをうまく運用できないというところなので、こういった機器の特に蓄電用ですよね、これから日本でもそういった蓄電用のシステムっていうのが、あのー、求められてきています。太陽光発電の脇にそういった蓄電システムをくっつけるようにして、 まあこれを、ね、あの下手したらそういったアンモニアを生成する設備なんかと一緒にすることもあるかもしれませんし、あるいは水素をです、ねえー、発生させる装置、h 2 1のようなです、ね、貯蔵も行えて、さらに、えーそうですね、水素を貯蔵したり、あるいは液化して保存したりという装置を併用してこう置いておくなんていうことも、ね、考えられなくはないですよね。 燃料電池も併設しておくかもしれませんし、分からないですけどもね、まあ、とりあえずはその大容量で作った太陽光発電のエネルギーっていうのを効率よく変換して、あるいは蓄電システム、これはもうリチウムイオンを前提としているとは思うんですけども、まあ、蓄電のために、えー、スムーズにです、ねえー、直流に変える、あるいは直流のまま、ねえー、やるとか、あるいは交流の変換を、えー なるべくですね、高効率で行うというシステムっていうのが今後もですね、また求められるし、まあ、ここにもね、ちょろっと書いてありましたけれども高温多湿性とか砂漠ですとか寒暖差ですとかね、高標高とかいろんなところでの環境に適応できるものっていうのが世界では求められますのでそういったところにもですね、対応しつつしっかりとしたシステムっていうのがね、今後も出来上がってくるのかなというふうな気はしますはい、えー、最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます